です。待って、まじまちゃん、まことに惚れてたの、まだ信じられてないんだけど。みんなは気づいてたの？いつ、どこで、どのタイミングで？なんかそうしたらこの背中もさ、好きな女を探すために走ってる背中だと、なんか急になんか、まったるわ、まこと、どこ行ったんだ、まこと、みたいな違う背中に見えてくる。なんか、まじまちゃん好きなんだ、まことが好きなんだ。まあ別にいいけど、なんか解釈不一致なんだけどな。まじまちゃんが恋してるとか、ちょっと解釈不一致なんだよな。俺はそんなもん興味あらへんって言ってると思ってたのに、もう不一致なんだよな解釈が。この今傷つけられたのも痛ない痛ない、まこと守るためや、全然痛ないとか思ってんだろ。あー、お前さ、クビッチですわ。そんなん興味あらへん、俺は極道戻るんや。どうしちゃったんだ。マジで勘弁してください。どうしちまったってんだ。安心せ、俺が一緒におる。うわ、何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。うわ、私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら、俺が手を貸して。おる。うわ、なあ、たこ焼き食いかんか。おい、たこ焼きや、食いもんでずるな。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら、俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの、あかんか。うわ、な、今いいよ、今のあかんか。でもあかんかん言い方よ今の。もう私に構わないで。なんかその話はちょっと食ってからにしろよ。うわ、引き伸ばしてる。あかんかん、あかんかんってすごい。うわー、ネネが言われたい言葉なのに。よし行くで。よし、ゆっくり行くからね。足元気ぃつけや。うわ、まだよう見えてへんのやろ。うわ、構うなって言ってんだろ。まことはよう、そんなんで街中歩けたな。しゃべりかけんな。怪我してないか。転んだ今、大丈夫？別にまことが悪いわけじゃないからね。しかし寒いな。おい、雑談しようとするな。うわー、どういうこっちゃ。解釈が。劇場前までもこのスピードで行くの？ねえ、まじまちゃん、そういうことするタイプなんだ。好きな女にはめっちゃ優しくするタイプなんだ。ねえ、まじまちゃん、まじまちゃん聞こえてる？まことが離れとったら一人でどっか行ってしまうかもしれへん。ちゃんとそばにおった方がええな。うわ、この辺りだった気がする。うせえ、まこと、静かにしろ。探してみるか。あー、まじまちゃんが、もうまじまちゃんはやっぱグランド系もしてるし、女の子みんなに優しいタイプだと思ってたのに、このまことは、まことにだけやたら特別優しいみたいな、そういうの、そういうの良くないよね。だって今までネネも散々一緒に戦ってきたのにさ、まじまちゃんと。ほら、何この演出。なんでここだけ少女漫画みたいな演出してくんの、ここ。なんさ、気ぃつけや。で、二つくれや。はいよ。
早うしてや。はいはい。優しいわね。うるさいわ。うわいい人じゃないね。ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼けや。てれんな。私なんかのために大変な目にあっても、おい声のトーン変わってんじゃん。まだ私を助けようとしてくれるこの人がいなかったら、今頃もう私は。おいなんだその目は。美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よしおまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。おいおい、あ無理無理なんだが。は無理なんだが。は無理なんだが。無理なんだが。無理なんだが。はあ何見せられてんのマジで。もうさっきのシーンマジで何あの何あの少女漫画みたいな、ちょっとブラーかけた演出。うわうわ、そろそろあの娘との約束の時間だぜ。このまま一人にしておくわけにもいかんじゃん、言ったらないが。無理。この先で誠が待っとるはずや。そんなに会いたいか誠に。もうさ、この龍が孤独生活始まってからさ、ねえ一番長く一緒にいてるよね。だってさ極み分もあるもんね。ああ、分かってないわ。ほんとセンスないな。ああ、まじめちゃんセンスないわ。分かってない。誰が一番近くで見てあげてんのって話よ。分かってないな。画面のちょっとなの。いや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 、でも一番理解者のわけだから、正直ねねが一番理解してるわけだから、どの角度のまじまちゃんもねねが見てきたわけなんで、ねねが見てたところで誠に恋をして、今勝手に振られてんの。今ブブ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